あの大物俳優が大好きな一品も登場。長野で一番美味しい牛乳パンを探せ。まずは町の焼きたてパン屋さん小麦のふわふわ牛乳パン。ちらっと見えるクリームがなんかそそる。その名の通りふわふわで手に持つと潰してしまいそうなほど甘すぎないクリームもいい感じ。あーふわふわだね。お次はプレミエサンジェルマン。こちらもふわふわ系のパン生地が特徴的で、外側はちょっとしっかり食感。オブセ牛乳を使ったというパン生地にこのミルク風味のクリームが滑らか上品でうまい。生クリーム上品でうまいわ。最後はミッチェルバイトリュフベーカリーの長野ミルク。俳優の大泉洋さんがサンマのまんまや大河ドラマに差し入れしたことで全国的にも有名なこちら。牛乳の風味が強めのクリームに、なんといってもこのパン生地、しっかりとした食べ応えで他の牛乳パンとは一線を画したこちらのお店ならでは。いやパンうま。今回僕が選んだのはミッチェルバイトリュフベーカリー。いやクリームもだけどパンがうまいわ。牛乳パンまだまだやるよ。長丸。